これは一体レプリカの方がこんな、みんな、なんて目をして。ああ、正気がな。ルーク、私、ルークとこの人たちが同じなんて、彼らには個性がないんだわ。刷り込み教育のためでしょう。レプリカは赤ん坊と同じ状態で生まれます。歩き方一つ知らん、機械的に最低限の知識を与えるとみんなこうなってしまう。なんだか気分が悪い。レプリカって一体何な。坊やたち、ちょうどいい。お前、漆黒の翼の。私たちはアッシュに雇われ。それではやはり。ああ、アッシュは正気を消すためにレプリカたちと心中する。今仲間がアッシュを追い、坊やたちもアッシュを探して止めとくれん。バカなことは。わかった、とりあえず証拠を。あう、しまっちゃっ。まずいですね。あれって階段だよな。なあ、行けるとこまで階段で追いかけ。おいおい、正気か。この塔相当な高さだぞ。ええ、だけどここでも。そうですわ。それにもしかしたら上にも昇降機の乗り。分かったよ。女性陣にそう言われたらこっちも文句は言って。年寄りにはきついです。軍人だろあんた。にしてもアッシュってルークのオリジナルだけあってほんとば。もう何か。まったくだ。急ごうぜルーク。ああ、あいつは俺のオリジナルなんだ。あいつを見殺しにや。あんたらか。アッシュは。そうか、あ、この辺りには。アッシュ。そりゃお姫様。アッシュの旦那はあなたとあなたの国だからって自分が死んじまったらナタリアが悲しむとは。それなんでゲスがね。旦那は二言目、今回も無駄にし。わけがわ。死にたくないって言ったくせに。この辺りにいない。そうだな。あれ、階段ここで終わっ。どうやらこの塔はまだ建設途中。建設途中で放棄された。こんな時でもなきゃ、いろいろ調べてみたい。リフトがありますわ。作業用のも。よし、これに乗っていこう。どこまで上がれるんでしょうね。そろそろ楽をしたいものです。大佐が一番疲れていないように見。いえ、生まれつき体が弱いので。あー、うーん、階段もリフトもない。くそ。うん、この装置で昇降機を覆っているガラスを破壊しましょうか。そんなことをしては。ですから、覆っているガラスだけを破壊する。そう言われ。見たところ装置は動きそうだが動力源。やれやれ、芸がないって言う。どうしたん。メジオラ高原の時と同じさ。また何かから動力を。ご名答。どうにかしてこの動力装置を充填。下の階にいたご。そうだな、そのあたりが無難だ。じゃあこれはも。ガイ、せ、ナタ。あら、いけない。あなたはもうし。結構ですよナタリア様。マルクトでも陛下にこき使われていますからね。言うな。ちなあガイ、魔物を倒してこの器がいっぱいになるまで動力になる燃料を貯めればいいんだよな。ああそうだ、この辺りの魔物から奪えばなんとかなる。いちいちちまちまうぜえよな。そうか、まあ仕方ないさ。もしかしたらズバ抜けて多くの燃料を持ってるやつってのもいるかもしれないけどな。そういう魔物がいたらそいつを狙った方がいいよな。燃料早く貯まるし。やれやれ、それでも構わないけどな。
よし、これで起動するはずだ。すげえ！さすが音機関博士。あんたに褒められるとうさんくさいな。うわ、下見て。下から昇降機。ここを伝って飛び移る。アッシュは何を考えてるんだ。自分が死んで正気を消してそれで満足なのかよ。満足というよりは追い詰められているという感じがしますね。正気を消すために焦っているという感じですか。正気を消すためというよりは生き急いでいるというか。だったらなおさら追いかけて説得しないと。それは構わないのですが。何か大佐、何か気になることでも。彼が生き急ぐ意味を知らない限り止めようがないと思うのですよ。アッシュは何かを俺たちに隠してるかもしれないんだな。どうして私たちを頼ってくださらないのかしら。アッシュ。お前たちか。あ、姉上。我はお前の姉ではない。我は 8-027。 どうしてここに来たんです。モースの救いの手を待っている。そうだ、地上には我らレプリカの住みか、町の外に暮らすには我らの仲間は知識を持たず、町の中はオリジナルたち。我々は恨まれている。この地上にはおまけにオリジナルのために消滅しろというやつまで。ネムの塔の最上階で待っていればモース様が神聖ほどへ。そう約束。我々はそこで。待ってくれ。オリジナルのために消滅しろって、それは誰が。お前と同じ顔の男だ。我らの命を使って正気を消すこと。まだこの塔にたどり着いていない大勢のレプリカたちに住む場所を与える。そんなに死にたければ一人で死ねばいい。我々はホドを目指す。モース様はきっと受け入れてくだ。たとえ何万年待とうとそのようなことは。やめなさい。そうはいきませんよ。ここの邪魔なレプリカども始末しな。ネビリム先生復活の作戦に着手できませんか。監獄から逃げ出したと思えばまだそんな愚かなことを。もう諦めなさい。そうはいきません。ネビリム先生を蘇らせればあなたも昔のあなたにも。先生と共にもう一度あの時代。今まで見逃してきた私が甘かったようですね。さようならサフィール。本当に私を見捨てるんですか。ならば私も本気で行きますよ。レプリカどもと一緒に滅びるがいい。やらなきゃやられちまうからな。どうせモースは永遠に迎えになど。エルドラントの対空迎撃装置が起動すれば塔ごと消し積みに。ネビリム先生、今そちらに向かい。させるか。
我らに居場所は。俺たちはこの時代に存在してはいけない生き物。違うわ。だってここにあなたたちを。だがレッ、全てを受け入れられるほど。そうだ。だからとどうする。もうお前考えさせてほしい。我と同じく。アッシュ、バカなことを言うな。死ぬ気はないって言ったろ。だったら正気はどう変え。俺の代わりにお前が死んで正気を消して。それは俺には行かなければならない場所がある。俺がここに戻るまでに。お待ちになって。どこへ行き。ルーク、足を取。あいつを追いかけ。待ってたでゲスよ。漆黒の。俺たちはこれからアッシュの旦那をダートへ。俺たちじゃ旦那は止められねえ。なんとか説得してくれ。あんたたち。ダートか。とにかく追いかけて正気を消したって。俺たちはローレライを。それにはオリジナルであるアッシュの力が。ルーク、あなたは本気でそう思。おう、そうですか。大佐、何か。いえ、何でもありま。とにかくアッシュを追いかけるんでしょ。行こう。ディスト、死んじまったバカな男です。最後まで叶いもしない夢を追いかけて。夢？遠い昔、バカな子供が二人で交わした約束です。人の死を超越しようとした愚かな夢です。ジェイド、それは。ルーク、約束したはずですよ。誰にも言わないと。いいのか、それで。はい。ディストのサフィールの死は私が受け止めましょう。かつての友として。いえ、飼い主として。お前たちか。今アッシュからの手紙を。アッシュからの手紙。アッシュ、ローレライの宝珠を探すとかで。この教会から。手紙には。正気を中和する。それに伴ってレプリカに協力を依頼する代わりに彼らの保護。あいつどういう。ガイ、説明をお願いします。また俺かよ。まあいいや。アッシュは何を考えているのだ。何千というレプリカと共に真珠。当然許可しませんよね。そんなのダメですよ。レプリカとはいえ、それだけの命をたやすく消費するわけには。しお父様。ジェイド、お前は何。私はもっと残酷な答えしか言えませんから。大佐。俺か、ジェイド。てめえ、アッシュの代わりにルークに死ねっていうのか。ふざけるな。ダメですわ、そのようなことは。私はルークにもアッシュにも。私だってそうです。ただ正気をどうするのかと考えたとき、もはや手の施しようもないことは。俺は。みんなやめて。そうやってルークが自分自身に価値を求めていることを。安易な選択をさせ。失礼。確かにティアの言う。少し考えさせてくれ。あなたがもしも私のためにアッシュの身代わりになろうとしている。私はどちらも大切ですわ。違うよ。ただ俺はやっぱり偽物だから。あなたは偽物ではありません。あなたは私のもう一人の幼馴染ですわ。二人でキムラスカ王国を支えてください。二人とも公爵家の人間です。どちらが本物。そう言ってくれるのは嬉しいけど。あなただって死にたいわけではない。私がお父様たちを説得します。早まってはなりません。よろしいですわね。俺は認めないぞ。お前はまだ7年しか生きてない。
たった7年で悟ったような口を聞くな。石にしがみついてでも生きることを考えろ。だけど正気はどうに。俺だって。だったら正気なんてほっとけ。かい。悪い。そんな風に簡単に言える問題じゃない。それがわかるぐらいお前も成長したって。だけど俺はお前に生きていてほしいよ。誰がなんて言ってもな。ガイ、ありがとう。決心したの？なあ、俺前に自分が死んでアクゼリスが復活するなら。ええ。お前の言った通りだった。俺本当に何も分かっちゃいな。ルーク。怖いんだ。体が震える。死にたく。当たり前よ。だけどアッシュはこの方法を選んだ。あの、絶対に自分から死にそうにないやつが、他に方法がないってことなんじゃないか。あなたってリオ。みんなの話は聞いた。みんなあなたを引き止めてくれた。でも私は自分がパッセージリングを起動して自分が病んでいくの。あなたもそれを、あなたも決心したというなら。でもあなたのすることを認めたわ。あなたがその選択をして、そして正気が消えたとしても、私はあなたを憎。みんながあなたを賛美しても、私はみ、うん、バカ。ルーク、陛下たちが呼ん。決心しろってことか。行こう。動画見てくれた？見た。チャンネル登録をした？した。おー。あー、てことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。